この動画ではオスグッド・シュラッター病の画像診断についてお話ししていきます。オスグッド・シュラッター病はスポーツが盛んな若い方に後発する成長痛やスポーツ障害の一つとなっていますけれども、オスグッド・シュラッター病とはどのような疾患なのか、その病態について知ること、またこの動画は画像診断について詳しく説明している動画ですので、オスグッド・シュラッター病の画像診断に必要な画像所見について知ることを目標にお話ししていきます。画像所見についてはレントゲンや MRI を中心にお話しすると思います。また画像上でのオスグッド・シュラッター病を理解する上での必要な解剖についても説明していきたいと思います。キーワードについてはこれらのキーワードについて説明していますので、オスグッド・シュラッター病の画像診断に興味がある方はぜひここから先の動画もご覧いただけたらと思います。それでは始めさせていただきます。それではここでオスグッド・シュラッター病を理解するのに必要な解剖の知識について整理していきたいと思います。こちら膝の骨がありますけれども、大腿骨、膝蓋骨、頸骨、腓骨となります。こちらの骨に組織を追加していきますけれども、この部分に白いものがありますが、こちらが大腿四頭筋腱となります。そしてその下にも腱がありますが、こちらが特に重要な膝蓋腱ということになります。この膝蓋腱は横から見るとこの部分の頸骨に付着していますけれども、この膝蓋腱の頸骨の付着部のことを頸骨素面と言います。ここから筋肉を追加していくと、この上の部分にある筋肉、こちらが大腿四頭筋となりますが、内側後筋、大腿直筋、大腿直筋の奥に中間後筋があり、こちらが外側後筋となります。それらがこの部分の腱にを経由して骨につながっていくわけですけれども、この部分を大腿四頭筋腱と言います。また筋肉を隠してこの部分に膝蓋腱がありますが、膝蓋腱を隠していくとこの部分に丸い構造物が見受けられますが、こちらを心室外科滑液法と言います。室外腱とこの部分が接触しているわけですけれども、その部分の摩擦を軽減する液体を出す役割をしています。以上がオスグッド・シュラッター病を理解するのに必要な解剖の知識となっていますので、一旦このスライドで整理していただけたらと思います。こちらは MRI の T1 強調画像の視床断となりますが、大腿骨、膝蓋骨、頸骨があって、膝蓋骨の上側の部分に黒い構造物が見受けられますが、こちらは大腿四頭筋からつながっており、大腿四頭筋腱となります。膝蓋骨の下の部分にも黒い構造物がありますが、こちらが膝蓋腱で、頸骨のこの部分に付着しています。この付着部分は少しとんがっており、頸骨素面と言います。大腿四頭筋腱から膝蓋腱にかけては、膝蓋骨を前側から覆っている特徴があります。また、膝蓋骨と、頸骨の間に白い部分がありますけれども、この部分は脂肪組織となっており、室外化脂肪体、もしくは別名ホッファ脂肪体と言います。このホッファ脂肪体も、オスグッド・シュラッター病を理解するのに少し重要な組織となります。以上が MRI での解剖の知識となりますので、こちらのスライドで一旦確認していただけたらと思います。それでは症例を見ていきたいと思います。19歳男性で、頸骨素面の圧痛、運動時痛の方の症例です。単純 X 線写真の正面像では異常は見受けられませんが、側面像を見てみると、頸骨素面のこの部分に骨片のようなものが見受けられます。こちらの骨片は CT でより明瞭となります。このような頸骨素面には、室外腱が付着しており、室外腱のこの頸骨付着部の部分に繰り返しストレスがかかることによって、このような骨片が形成されます。こちらがオスグッド・シュラッター病の典型像となります。オスグッド・シュラッター病の基本事項についてまとめると、室外腱の頸骨付着部の過度の牽引による、この部分の裂離損傷とされています。この上の部分にある大腿四頭筋の過度の収縮の繰り返しによって、ここからつながっている室外腱の頸骨付着部に慢性の機械的刺激が加わることによって発症します。腱の深部繊維の微細断裂や軟骨裂離が病態とされています。オスグッド・シュラッター病はサッカーやバスケ、体操などのスポーツによるオーバーユースが原因とされており、クラブ活動が盛んな10歳前後の男性に後発します。また男女比は14対1と圧倒的に男性が多いです。20% から30% の症例で両側性とされているため注意が必要です。
骨端軟骨板が閉鎖すると自然寛解することが多いですけれども、骨性膀胱や室外圏の飛行は残存します。症状としては、脛骨粗面の運動時痛、膀胱圧痛があり、安静時痛はほとんどないとされています。治療としては、症状が軽い場合は、スポーツの制限、ストレッチ、装具装着がされ、骨片が脛骨粗面から分離して症状が治まらない場合は、骨片的手術が行われます。一般的にオスグッドシュラッター病の予後は良好とされています。ここで病態を理解するために必要な解剖の知識として、脛骨粗面の成長に伴う発育過程について見ていきたいと思います。脛骨粗面は成長に伴って若い頃から形態が変化していくわけですけれども、脛骨粗面の成長線は、脛骨筋部の成長線につながる特徴があります。時期によっては骨化と遊離体の鑑別が難しいため注意が必要です。まず最初はカーティレイジアステージ。カーティレイジは軟骨ですので、軟骨中心の時期ですけれども、この部分が軟骨でできており、骨化核が出現していない段階となります。2番目はアポフィシールステージということで、だいたい10歳から11歳前後の時期ですけれども、骨化核が出現してくる時期となります。MRI で骨化核がわかりやすく、この部分に骨化核がありますが、MRI ではわかって、レントゲンではよくわからない時期。MRI でも、レントゲンでもわかる時期となっています。骨化核のこの部分が分離しているため、この部分を遊離体と誤らないことが大切です。続いて、エピフィシールステージということで、だいたい13歳から15歳前後ですけれども、先ほどあったこの骨化核が、脛骨の骨端と融合し、この部分が下、舌状の形を取る時期となります。そして最後に、ボニーステージということで、骨端核の部分が閉鎖し、だいたい18歳前後ですけれども、この段階で成長完了ということになります。このような正常の発育過程を理解しておかないと、このような部分をオスグッドシュラッター病と誤ってしまうため、しっかりと脛骨粗面の正常な発育過程を理解することが大切です。それではここからは画像所見について見ていきたいと思います。まずは単純 X 線写真です。単純 X 線写真では、脛骨粗面の膀胱と異常骨陰影を検出することができます。3つのステージに分かれており、グレード1は脛骨粗面がわずかに膀胱した段階、グレード2は脛骨粗面が分節状になる段階、グレード3は骨片が完全に遊離した段階となります。発症初期は剥離小骨片のような陰影となりますが、長期経過例では軟骨が骨化し、大きな骨片を認めることがあります。脛骨粗面が軟骨性で骨化をきたしていない場合には、単純 X 線では異常を指摘できない場合もあるため注意が必要です。また、X 線で異常があるにもかかわらず、無症状の症例もあります。続いて MRI の画像所見について見ていきたいと思います。MRI では骨髄浮腫や液体潮流の評価に優れ、最も感度が高い検査となります。こちらの症例では、脂肪抑制の T2 強調画像で、脛骨粗面の部分に高信号があり、この部分の骨髄浮腫が示唆されます。また、室外圏の陰影部にも高信号があり、この部分の浮腫を疑う所見となります。こちらの症例では、この部分に液体潮流がありますが、この部分には、深部の室外化活液法があり、その部分の主張を反映する画像所見が見受けられたり、この部分に脂肪の塊である飽和脂肪体がありますが、その部分の浮腫が高信号になっています。まとめると、室外圏陰影部の飛行、ホッファー脂肪体の浮腫、新室外化活液法の主張、脛骨粗面の骨髄浮腫などを検出することができます。MRI ではステージ0からステージ4まで分かれており、ステージ0は MRI では正常ですけれども症状がある段階、ステージ1はアーリーステージとして炎症の兆候がない段階、ステージ2はプログレッシブステージ、やや進行した段階として断裂した骨化中心が観察可能な段階、ステージ3はターミナルステージ、終末期として骨骨片が完全に分離し、室外圏が飛行する段階。ステージ4はヒーリングステージ、治癒期として、新しい骨組織が増殖する段階となります。それでは、今回の動画の内容についてまとめていきたいと思います。今回は、オスグッド・シュラッター病についてまとめました。オスグッドさんとシュラッターさんが報告した疾患で、過度の牽引による室外圏付着部、脛骨粗面の裂離損傷でした。10歳前後の男性に多く、スポーツ障害や成長痛と言われる部類の疾患となります。この動画は画像診断ベースの動画となっていますので、画像診断について詳しく扱いましたが、単純 X 線では側面像が有用で、脛骨粗面の膀胱、骨異常陰影、有利骨片などを検出することができます。また MRI は非常に感度が高く、室外圏陰影部の飛行、ホッファー脂肪体の浮腫、新室外化活液法の主張、脛骨粗面の骨髄浮腫などを検出することができます。
キーシーケンスは脂肪抑制の T2 強調画像、脂肪抑制のプロトン密度強調画像で、視床断が見やすいと思います。我々が撮影する画像で、適切な診断、重症度の判定、ステージングなどを行い、適切な治療につなげていくということが重要になってくると思います。以上が今回の動画の内容のまとめとなります。動画の作成にあたって参考にした書籍は以下の通りです。今回の動画が皆さんの普段の業務に少しでもお役に立てれば幸いです。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは放射線技師向けの動画を発信していきます。一流の放射線技師を目指して、ためになる分かりやすい動画を目指していきます。気に入ってくださった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。